川の魅力をぎっしり詰め込んでお届けするマイターン旭川。今回は町のシンボル旭橋の周辺をぶらりと歩きます。大きな生姜をたっぷり使ったこだわりのラーメンを発見。お腹も心もポッカポカ。とっても優しい味です。時代の変化にも負けないで挑戦を続ける老舗商店街。アイデア、そして地元愛でにぎわいを呼び戻したい。旭橋大好きな人たちが集まる元気な街を巡ります。2月のマイタウン旭川はラブ旭橋商店街ぶらり旅。6つの道路が交差する旭川の名所、時和ロータリーです。まずはここから旭橋まで続く時和通りを訪ねます。お邪魔したのは通り沿いのラーメン店水野。びっしりと貼られたサイン色紙に圧倒されます。そんなお店の看板メニューが生姜ラーメンなんです。生姜ラーメン、私食べたことないんですけれども、どんなラーメンなんでしょうか。味のベースは醤油味で、それにあのすりおろした生姜を入れて出しているラーメンです。ラーメンの町旭川で生姜ラーメンといえば水野というほど地元では名の知れたお店。いつ頃から行ってらっしゃるんですか。使う生姜にも特にこだわりを持っているんです。すごい大きいですね。私の手のひらと同じぐらいかな。種類は大生姜っていう、直接高知の方から、取り寄せて、これをあのすりおろして入れる。辛くなくて、あの大生姜って甘みがあるもんですから、そちらの方をずっと先代の方から使って作ってます。大生姜ですか。大生姜っていうあの種類。その大きな生姜のすりおろしがたっぷり入った生姜ラーメン、いただきます。うん、おいしいです。生姜が効いてきます。もうすでに温まってきました、体が。お腹も心もポカポカになりました。創業からもうすぐ50年というこのお店、父から受け継ぎ2代目となる水野良二さんは地元時和通りの移り変わりを見つめてきました。私が子供の頃から比べると随分人も少なくなって、お店も少なくなって、それが非常に残念なんですけれども、残ってるお店はそれぞれ代々長く続いたお店なんで、お父さんとお母さんに手を引かれながら食べに来てた子供さんが、今度は自分が親になって自分の子供の手を引いて水野に来るっていう、お客さんとの触れ合いを通してそういうのが作っていけられたらいいな。親父から引き継いで絶対なくしちゃいけないことの一つです。そんな時和通りで新たなお店が開店準備中と聞き訪ねてみました。築90年を越すという歴史あるこの建物で、恵比市川雄介さんがオフィスと併設したカフェを来月オープンします。福吉カフェ旭橋店っていう名前にしようと思ってます。はい、なぜ福吉カフェという名前になったんですか。使ってるあんこが旭川市内の老舗の福井製あん所のあんこであるのと、あとお茶はですね、今名前は変わってしまったんですが、やはり同じ老舗の吉川園というところでセレクトしたお茶を使っているから福吉ということで、こちらがこれがおしるこラテですね。おしること北海道の牛乳、へえ、ここに抹茶が混ざる。その名も福吉ラテ。粒あんとミルク、そして抹茶の風味が絶妙に重なり合う未体験の味わいです。とっても美味しいです。すごい飲みやすいですね。ありがとうございます。優しい味がします。
あんこが苦手っていう方でも飲めるように、うん、やっぱまず口当たりを軽やかにしたかったことと、はい、抹茶がせっかく入るんですけど、はい、色付け程度じゃやっぱり意味ないし、うん、いい抹茶を使ってるのもあるので、はい、できるだけ多く使ってます。これまで様々な場所や催しなどで販売され好評を集めたという福吉ブランドのスイーツ、その新たな発信拠点となる福吉カフェ朝日橋店は3月30日にオープンの予定です。せっかく朝日橋の近くでやるわけですから、はい、やっぱその福吉カフェもその朝日橋のようになんか架け橋になれればいいなと思ってますし、ふらっと来た市民の方が立ち寄れるような、はい、そういう場所にしたいと思います。続いて時は通り沿いの美容室ウルを訪ねました。ギャラリースペースもある店内、オーナーの樋口和江さんはこの地域の雰囲気に惚れ込み店を出したといいます。私ここにお店を開業して5年になるんですけど、全然旭川に育っていないんですね。生まれは北海道なんですけども、で10年前に旭川に来ることになりまして、でお店のある場所を探して、公園もあるし図書館もあるし、すごく素敵な場所なんですよね。樋口さんはこの周辺のお店で構成するロータリー商店会の事務局長を務めていて、仕事の合間に奔走する毎日です。この辺りはすごい歴史が深い町で、旭橋とロータリーとシンボリックな場所があるところなんですよね、はい、皆さんやっぱりずっとここに住まわれている方なので、商いも3代4代されている方たちですから、足元の良さが気づきづらいんだと思うんですよね。本当に歴史の宝庫のようなエリアですから、商店街活動に参加をしてその歴史をお知らせしようと。商店街ではイベントを開いたり、広報誌やパンフレットを発行したり、ネットで情報発信を続けるなど、地元の魅力を伝える活動を展開しています。これは商店街の活動としてのオリジナル商品なんですけど、はい、最初にできたのがこの手ぬぐいです。手ぬぐい、はい、昭和25年に時は公園の方で北海道で初めての博覧会、万博に近いものをしたんですよね。その時にそれを記念してインドからインド像が来たんです。あ、そうなんですね、はい、それのインディラっていう像をモチーフにした手ぬぐいをデザインにして、すごくこれが好評で、樋口さんたちは地元の古い歴史を発掘しながら新しいアイデアを組み合わせて商店街に賑わいを呼び戻そうと意気込んでいます。今年のテーマは伝統と伝承なんですけど、大伝統を伝えて新しいことをプラスしていくことによって伝承していくと思うんですよね。外国人の方もすごく多いところなので、もっともっといろんな人と交流できる交流層をちょっと広めていけたらいいなと思います。続いては旭橋の北側瑞穂通りに向かいます。旭橋から五穀神社にかけて様々なお店が立ち並ぶ商店街なんです。その中の一つ、昭和25年に玩具の問屋として創業したおもちゃの吉田。2階にある人形専門店を覗いてみると、ひな人形がずらーっとたくさん並べられていますけれども、はい、全種類で500種類ぐらい。500種類、はい、この時期はひな人形のシーズンとあって、売り場は華やかな雰囲気に包まれていました。近頃はこんなモダンなものもお目見えしたそうです。昔は段飾りというのが売れたんですよ。それがだんだんと家が家庭に建物事情で、こういう三段飾りに変わってきた。小さなサイズのものが売れている、はい、ということですね、はい、こういうシダツロイは北海道もうちだけなんですよ。建物がこんなに大きいですから並べるんですけど、はい、まあ、このやり方でね、どこにもないものをどんどん並べてお客さんに来てもらうっていうことで、はい、こちらは創業およそ90年の季節工房土井。花や野菜の種を扱う専門店です。
この場所で生まれ育ったという代表の土井邦義さんは商店街の理事長も務めています。第七師団ができてから、はい、ここが兵隊さん通って、でいろんなものを買ってそれで発展していった場所です。戦前は旭川駅前から続く師団通りとしてにぎわい、戦後は瑞穂通りと呼ばれるようになりました。瑞穂通り商店街という名前の由来って知ってますか？多分ですけど、はい、実はこの通りに米屋さんがね3軒ぐらいあったのかな。米屋さん、高須から米を持ってバソリでここにずーっと結構お米が通るってことで、多分瑞穂だと思う。お米にちなんだ名前で栄えた瑞穂通りですが、時代の変化で取り巻く環境は厳しさを増しています。そんな中、小さな店が集まる商店街だからこそきめ細かいサービスで勝負しようと土井さんは話します。大型店のように品揃えだとか価格だとかそういうものはどうしても勝てませんけれども、それ以上にその各お店いろいろなつながり持ってて、人情というか、はい、気持ちに応えれる細かな相談、はい、これができるお店がこの商店街に揃ってる、はい、私は思ってますね。広報旭川市民旭橋2月号でも商店街のさまざまな取り組みについて特集しています。こちらも合わせてご覧ください。マイタウンクイズ。それではクイズです。今回登場したラーメンに加えられた食材とはさて何だったでしょう。1番唐辛子、2番生姜、この2つの中から選んでください。クイズの正解者の中から抽選で5人にロータリー商店会オリジナル手ぬぐいをプレゼントします。応募ははがきまたはファックス、メールで答えと住所、氏名、年齢、電話番号、この番組へのご意見ご感想を記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは3月7日の決心有効です。先月のクイズは1番のゆいが正解でした。マイタウン旭川、次回は3月27日の放送です。